レンです。さっき間違ってバス乗ってしまったんですけど、今回今あのダウンタウン向けのバス乗ってます。でこちらがバスの中の様子です。奇跡的にですね、席に座ることができて、こういう感じで今ゆっくりとあのヤンゴン市内をバスの車窓からですね見てます。はい、これでバスに乗り間違えたんです。これもすごいいい経験で、あの反対側にどこに乗っちゃうとどこどこに行っちゃうとか、で逆に行ったことない場所に行けていろんなものも見えたので、それはそれで良かったのかなと思います。挑戦しないと分かんないこともたくさんあるので、それはそれで良かったかなって、はい、個人的には自己満足です。はい、ということで今ちょうどヤンゴンの時間で4時前で、ちょうど混んでくる時間になってきてるので、少し車が止まりつつあります。でこちら見てほしいんですけど、このトラックの後ろに男の子が2人寝てますよね。彼らはあのお坊さんで、こうやってミャンマーではあのお坊さんになってこうやってお寺に入るのがごく当たり前なんですね。はい、それで子供たちの小学生ぐらいだと思うんですけど、こういう感じで男の子はこういう赤色の赤茶色の小豆色っていうんですかね、そういった色の帯を巻いて、女性の方だとピンク色の、あの帯を巻いて、女性の方も同じように髪の毛をあの剃る感じですね。もしくはこういう感じで入って薬茶とか入ってとか感じで、それ咳払いです。咳払いでヤンゴンを入ってあの乗る感じです。はい、でバスの中ならあまり大きな声は出せないんですけど、まあ、こういった感じでバスの中乗ってるだけでもいろいろとあの学ぶことがたくさんあります。はい、でこうさっき気づいたんですけど、こうヤンゴンのバス一応エアコンバスなんですね。こういう感じでバスは先頭にエアコンバスって書いてあるんですが、なんかみんなこういう感じで見てわかるんですけど、窓開けっぱなしなんですよ。なのでエアコンはかかってるんですけど中は開けてるので、まあ、ほぼほぼもうエアコンないのと同じような感じですね。それくらいすごく暑いですね。でバスの時点もう一つ聞いてたのが、こちらの上の方の写真があるんですけど、そのところにこれ韓国語ですね。韓国語で書いてあって、なんかバス乗ってると気づくんですけど、ほとんどのバスなんか韓国のバスが入ってるんですね。なのでもしかしたら韓国からもこうやってバスを輸入して、韓国バスも使われてないバスをこうやってヤンゴンに持ってきてあの使ってるのかなって思います。ちょっとまだ詳しいとかわからないんですけど、あれの予想ではそういう形です。はい、でヤンゴンのバスのまた面白いところが、あのバスの予定表がなかなか見つからないっていうか、バス停にこの何時に何分のバスがどこどこに行くの表がなくて、その代わりに何本もこう無数にもう5分か10分には1本出てるぐらいの勢いで、それぐらいバスは出てます。はい、で数字の読み方わかんないんですけど、右側に77とか、こちらとか35とかですね、こういう感じで、右側に数字書いてるので、ヤンマーの数字読めなくてもこういう感じでバスは乗ることができます。前から入っていく感じです。はい、左部もあるんで、バスに乗るの慣れてきました。はい、バスの時にすごく気づいたのが、この運転手によって相当運転の仕方が変わるっていうことに気づいて、日本だとどのバスでも大体同じクオリティですごい安全運転で運転してくれるんですが、ヤンマーだとすごいこの今乗ってるバスの方は運転手がすごいゆっくりでしっかり安全運転してくれる方だったんですけど、さっき間違って乗ったバスと反対側に行くバスだともうすごい勢いで飛ばして、もうすごい勢いで止まるので、もうみんなクラクラでもうつかまんで必死でしたね。はい、なのでまあそれあの変な言い方当たり外れがあるというか、そんな感じもあって、まあ自分は個人的にバスのハマりましたね。また乗りたいなと思います。はい、すごく楽しくてハラハラドキドキして、すごいローカルに馴染んでる感じがして、個人的にはすごく楽しんでます。はい、こちらでこういう感じで U ターンをして、このやっと今サンチャンの方に戻ってきました。サンチャンでさっき自分がバス乗った